どんどん私の通れる場所がなくなっていくんやけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ということで箱舟を作ろう。まだ全然 0% やけど、どうやって作っていくの？何やってんだ会えなよ。私は腹を決めたぞ。お主の箱舟作りを手伝おうとな。ふんふん。ね、ちょっと目の前のやつが気になりすぎて、何やってんのあいつ。しかし、経験がないゆえ何をしていいかわからぬ。まず物作りに大切なものは何なのだ？材料じゃない？とりあえずはね。ほほう、素材を入れる収納箱と物を作る作業台か。すでに置く場所が設計図にあるんだな。では、あいな。収納ロッカーと邪教の作業台を設計図の場所に置いてみてくれ。収納箱じゃなくて収納ロッカーになるんや。え？何？足場崩した？なんか下がったよね。え？あれ？気のせいかな？収納箱と、え、これ？これで作るんかな？収納箱じゃない。収納ロッカーと、あ、これや。収納ロッカーと邪教の作業台？これじゃいかんの。邪教の作業台ってこれやろ？え、違うん。これですよね。ですよね。よいしょー。はい、邪教の作業台。これを、なんかみんなめっちゃ楽しそうに話しよるけど。ね。邪教の作業台を、これがここってことか。え、これ場所合ってる？ここ？ここなの？これ。なんか微妙に場所違くない？これここでしょ？これ微妙に違うよね、やっぱり。ずれとるよね、ちょっと。どこ？ここ。こうってこと？ん？びっくりした。急に振り向かれた。おお、収納箱と作業台を置いてくれたのか。うんうん。なるほど。収納箱に剣山を入れれば、みんなでそこから取り出して使えるのだな。あいなよ。すでに気づいておるかもしれんが、この地ではワープもできるし、空も飛べん。そう、空飛べんのめっちゃ困ったんやけど。おそらく、破壊神様のお力によるものだろうが、遠出するのも帰ってくるのも不便であろう。お主の友達を探すにも、やはり乗り物のようなものがあると便利かもしれんな。乗り物？マジで？それはそうだいな。お主、破壊神様と友達と言ったが、まさかハーゴン様にも会ったのか？まあ、あったはあったね。やはりそうか。では、お主はこの世界を幻であることも知っておるんだな。ってことは、君たちも幻の存在なの？そして、お主はどうやら、あちらの世界の住人ということらしい。あ、ってことは、幻の存在と、その元々の現実の存在とが入り混じっとるってことか。そもそも真実を知る者は、幻の世界の中でも一握りだけだが、まさか現実世界の人間に出会うとは。お主はやはり、なかなか興味深い人間だ。でも自分が幻の存在ってめちゃくちゃ悲しくない？ねえ。あいなよ。もうさほど時間もないようだ。私もお主と共に箱舟を作ろう。お、作ってくれますか。なんだなんだ。あいな、さっきはすまなかったな、うだうだ言って。のんびりしてる暇はねえ。おいらもものづくりを手伝うぜ。さっさと箱舟を完成させちまおう。とはいえだ、おいらたちはものづくりなんかやったことねえ。何をどうしたらいいかわからねえ。あの中に私が、まあ、物を作って入れていってけばいいってことかな？また。ん？収納箱に建材を入れるから、設計図の場所に置いていけばいいだと？うん。だったら収納ロッカーにマシンの壁とアイアンの壁とやらを50個ずつ入れてみてくれよ。素材は破壊神様の抜け殻を禁断の錬成台で錬成して生み出すんだぞ。ふんふん。オッケー。とりあえず、とりあえずなんだ？まあ、作れるものを作っていっておくか。とりあえず50個って言った。でもあれよね、ちょっと待って。50個以上作れるんなら50個以上作っとった方がよくない？普通に。ね、ちょっと思った。あ、26までしかできんのか、くっそ。全然足りんやないか。あとマシンの壁。マシンの壁って言いましたよね。ちょっと待ってね。これも12個も、12までしかできない。まあ、でもとりあえず言われた数は揃ったけん、これ入れておくね。どれや。これがアイアンの壁。え、これもしかして、え？あ、びっくりした。直接しまえんのかと思った。はい、これとマシンの壁。入れたよ。とりあえずはこれで進めれるやろ？
けけけ、収納ロッカーに建材を入れてくれたんだな。あんなすげえ数、よく用意してくれたぜ。これで俺たちもアイラのものづくりを手伝える。魔物ビルダーの誕生ってわけだ。魔物ビルダーなんかかっこいいね。それにしてもいいな。お前は本当に変なやつだな。こんなおかしな設計図を書いて、破壊を信じてきたハーゴングの魔物に物を作らせて。けけけ、お前が徘徊神様と友達ってのはきっと本当なんだな。そんなことで信じるのか。まあ、本当やけどね。定期的にあっこにさ、油が浮いとるのは何なん？誰かあっこで焼かれうる？けけけ、お前が用意してくれた建材で、早速箱舟作りに取り掛かるぞ。建材があれば、オイルたちでも建築できることが分かった。お前は引き続き建材を集めてくれ。設計図や作業台を見て、足りない建材を作ったら、収納ロッカーにじゃんじゃん入れるんだぜ。もしも建材を作る素材が足りなくなったら、破壊神様の抜け殻を練成して乱せよな。建材を用意したら、魔物の建築をのんびり見ててくれよな。オイルたちで設計図を完成させちまうからよ。了解です。ってことで、まあ建築してってね、みんな。とりあえず足りないもの。魔物の扉、うわ、作れねえ。作れねえ。もう全然材料足りんやん。うわぁ。ってことで、ちょっと私は、ちょっと、よいしょ。あ、ごめんね、みんな、作業に戻って。私はちょっと、アイテム探しに、どの辺やったっけ？あ、違う違う違う。どの辺やった？あこの一帯だけほんと明るくなっとるね。場所はどこでしたっけ？全く覚えていないんですけども、こっちの方向やったかな？ね、行こう。ちょっと待って、どこですか？どれですかね？あれだよね？あれじゃなかったっけ？あれきっとこれやと思うんやけど。多分。あ、ですよね。ほら、爪いっぱいある。てか、思ったけどさ、違う、持ち歩くんじゃない持ち歩くんじゃなくて、違う。とりあえず、この辺の材料は、どれを取っていっても、まあ、なんか同じような建材が出来上がるということは分かったけん。とりあえず、この辺に生えてる爪をいっぱい持っていこうかなと、思います。私は。痛い。邪魔。痛い。てか、あれよね、ここの世界って、食べ物1個作るのめっちゃ大変じゃない？うごめく釣るぐらいしかないんかな。花も調理できるのかな。よし。ちょっと食べ物をね、はい、作りましょう。はい、うごめくつるを。ちょ待って、これで、あ、すごいね、土台が結構できてきたんかな。あ、向こうでやらんといかんのか。そうかそうか。こっちで一旦建材を作らんといかんっていうのがめちゃくちゃめんどくさいな。違う、ボタンを間違えたボタンを間違えた。9個までしか入れれんの？はい。まあいいけどさ。あ、でも72個できるんか。やったらまあ結構かな。よいしょ。これ1個ずつしかできん？お。く、1個ずつしかできん。くそ。やっぱり1個ずつしかできんかったわ。え、やば。キモ。キモ。あ、これででも 20% まで回復するんやね。ほうほうほう。あ、でもって、ご飯と同時進行しよったらこっちも結構出来上がり早いわ。何あれ、誰も、あ、びっくりした。誰もおらんところが進んできよると思ったらメタッツか。めっちゃびっくりするんやけど。はい、これで、全然出来上がらねえ。え、何？作業台までなんかしよるやん。違うんかな？そういう風に見えるだけ？はい、どんどん作っていきます。あ、でも全然なんやね。全く足りんやん。怖ーい。
マシンの壁地がないよ。ちょっと待ってくださいまし。はい、はい、これでね、はい、この辺のものも入れて、これでとりあえず鱗がなくなったんか。はい、ご飯取って、お腹の減り早いな。もう 3% なくなった。おい。く。めちゃくちゃいろいろなものが必要だというのに全然。全く持って足りない。だってこのスピードでやっていきよったらさ、このスピードでやっていきよったら必要なものとか、あ、ごめんね。もしかして邪魔？別に邪魔とかないかな。あ、鉄のラウンドコーナーもいるの？なるほど。じゃ、この辺の必要なものとかいろいろ入れとくね。これもいるっぽいね。で、だけ？マシンの角壁もいるんかな？ちょっとわからんけん。とりあえずそれは置いとこう。はい。すべて受け取り。で、あとは、引き裂くコズメ。はい、これを入れて、冷静。でも、とりあえず、どの素材を入れても同じようにいろいろ出来上がるのは嬉しい。あ、めちゃくちゃ地道な作業なんですけど。すごい地道な作業なんですけど、つらい。え、必要なもの多すぎん？そんなに？そんなにいろいろいる？違う、置くじゃない。あれ？しまえない？え、しまえないんだけど、どうやってしまう？もしやお前が邪魔とか、そう。え、しまえんやん。どういうこと？あ、しまえる。何？位置的な問題ですか？んで、あっ、どうは、あ、やっぱりあれなんや。え、どっか行った。やっぱこのマシンの角壁もいるんやね。じゃ、これも入れておくわ。はい。オッケー。みんな次々取り出していきよるね。ふぅ。あ、そっか、骨も必要なんか。骨はあれじゃない？なんか別にそこで作らんでもさ、ねえ、なんかその辺落ちするよね。お、アイアンの壁が結構揃ってきたかな。いい感じや、いい感じ。よしよし。爪の方が結構いっぱい建材できよんかな。よくわからん。その辺は別に差はないんかな。はい。もうなんかさ、みんながこう作業いっぱいしてくれよんやけど、マシンの角壁がない？じゃあ別の部分をやってて。とりあえず。なんかめっちゃ使いっぱしりな気分なんやけど、私。あ、でもこれで揃うんやない。あ、ほらほらほら。やったー。アイアンの壁はとりあえずこれで全部揃ったね。オッケー。ってことで次マシン、お、なんだなんだ。あー、9までか。くそ。アイアンの壁はできたけん。よいしょ。ここからまた、はい、別のもので作れるものは今のところないね。よし、拾いに行こう。さあ、どんな感じ。また結構進んだ。よいしょよいしょ。ここいい感じに階段っぽくなっとるよね。なんか進んだんかどうかはよくわからんけど。よくわからんけど。違う違う違う。ほら、腐っとるよ。大丈夫これ。食べれるんかな。腐っても焼けば大丈夫とかそういう感じのことある。びっくりした。敵かと思った。マシンの壁、血がないぞ。他のものでやってください。はい。間違えた。はい、引き裂く小爪。さあ、これで。まだできてないやん、遅。はよはよ。一応出来上がったけど。くさくさグリル。
お、攻撃力が上がった。もしかして体力減ったりした今。ちょっとよくわからんかったけど。はい。どうなったんやろ。はい。でも一応、何？うねうね。あれよりは、お腹の満たされ具合がよろしいみたいなので、途中で追加することはできんのよね。一回全部なくならんかったら入れれんのや。はい、これで、マシンの壁。ふぅ、マシンの壁も揃った、やったね。そして、あ、他のものは、あ、これが作れる。鉄のラウンドコーナー。よし、これも揃った。んで、あとは？あ、これは何？六角ボルト。お、揃った揃った。あ、鉄のインゴットが結構いっぱい手に入ったんやな、私。あとは、ちょっとなさぎやけん。この辺に入れていっておきます。とりあえず、マシンの壁、しまえない。はい。マシンの壁と鉄のラウンドコーナー。はい。追加しておいたから、使ってね。これで、あと、はい。突き刺す大津の。やっぱこの辺ってさ、この素材の大きさによって取れる建材も変わってくるんやろうか。取れる建材？素材。素材。そしてマシンの光る壁。よし、これも揃った。そしてマシンの壁天。天？天井ができるってこと？やっと天井付きの建物が。マシンの壁地。あ、揃わない。揃わない。あとはもう作れるものはない。しまい込んでいきます。光る壁、マシンの壁天、マシンの壁地。どんどん私の通れる場所がなくなっていくんやけど。受け取り。鉄のインゴットだらけや。はい。あ、これからは鉄のインゴットしかできんってことなんかな。ぽいよね、なんか。なんか一段下がっとる。この辺に扉あったかな。あ、扉はない。ねえ、ちょっとどんどん私の通れる場所がなくなっていくんやけど。遠回りになる。遠回りになる、やめて。え、鉄のインゴットが必要なものもうないんやけど。え？使えねえ。使えねえ。だってまた出来上がるの多分鉄のインゴット。ですよね。ですよね。まあでもあと1個分やけん、とりあえずこれは作っておくとして、あとは大いなる鱗か。うんうん。六角ボルトがない？六角ボルト多分全部、あれ入れてないんかな私。あ、入れてないわ。ちょっと待ってね。六角ボルト。はい。もうちょっとしたら持っていくけん、待って。もうちょっとで出来上がるけん、こっちが。どうせ鉄のインゴットなんやろうけどね。ほら、鉄のインゴットしかない。ってことはもうあれや、角？違う違う。角を取ってくる必違う。角を持ってくる必要はもうないわけやね。はい。まあでも角もう取れるとこなかったと思うけど。うんうん。この辺も作れるものは全部作っとこう。よいしょ。んで、あ、そっか、もう、あれね、鉄のインゴットが必要ないけん、作れるものとかもないんか。ってことは、ここに、六角ボルト、はい。ないって言おったけんね。鉄のインゴって105もできたやん。マジか、そんな？そんなに？待って、鱗から取れるものは出来上がるのがめちゃくちゃ早い。ね、だいぶ早い。一回一回が。オッケー。あ、違う。
マシンの角壁がない。ちょっと待って。それを言いに来たの、もしかして。他の部分をちょっとやっていっといてもらえるかしら。はい。はい。だってね、ないって言われましてもね。別に素材自体はいっぱい入れてるから、そっちを使ってやってくれないですかね。これがマシンの壁チーム。マシンの壁地も揃った。そしてマシンの角壁、お、これも揃った。すごいね、モンスターたちがこんなに張り切っていろいろと作ってくれる。スロープ階段、お、階段までできるの。どこの部分に階段つけるんやろ。で、魔物の扉、魔物の扉ってこれと同じやつってことよね。これも全部揃ったんじゃない。ああ、揃ってない。ああ、揃ってないよ。シドミニウムという物体が必要らしい。頑張ろう。とりあえず、マシンの壁地。マシンの角壁。で、あと、スロープ階段と魔物の扉。はい。はい。入れておきますね。あ、この辺にあれや、六角レンチとかいろいろ使われとんやね。はい。お、すべて出来上がっとる。優秀。違う違う。いつもボタン間違えるんよね。はい。もうこれ、今回取って帰ってきたやつで全部揃うんじゃない?っていう感じがするんやけど。あ、こんなところになんかちっちゃい部屋とかも出来上がっとんよね。へぇ。はい。そして、あ、一回分でいいんか。パイプ、パイプカーブ。あ、揃いそう。パイプ T 字。で、お、ふぅ、やっと揃ったよ。ってことは今作るよりやつはもう別にいらんってことか。まあ一応作っておいて損はないでしょう。はい。そして、はい。はい。はあ、材料全部揃ったよ。やったね。やったね。嬉しい。料理はなぜ一個ずつしかできないのか。こっち側にも一個部屋ができとんやね。なるほど、なるほど。でも全然箱舟まだ 29% や。遅いよ、出来上がるまで。めちゃくちゃ遅いよ。とりあえず全部作っとこうかな。ね、どっちにしろこのままの状態で使えんってことやろ。あっ、箱舟の土台設計図完成したやん。あ、なるほど、すべてじゃないんやね、あれ。あ、なるほど、なるほど。ウキキキー、やったぜ。やな、いい感じに設計図が組み上がったみてえだ。おーい、お前たち、これ完成?なんか私が入れたもので使われてないものとかない?ないんか。あ、すごい、前方部分こんな感じになっとったんやね。あの、真ん中の方しか見えてなかったけど。ついについに、箱舟がここまで完成したんだ。アイラとみんなの力だね。まさか、ハワゴン兄弟の俺たちがこんなものを作ってしまうとは。考えただけでめまいがしてくる方。でもでも、悪い気はしない方。ものづくりという学事に手を染めるこの感覚。背徳的で、どこか快感でもあるな。それにしても不思議な建物じゃ。お主の想像力は、この世界の常識を超えるものがあるわい。ものづくりがなんかね、悪いこと、悪事と言われてもね。アイナよ、もうさほど時間もないようだ。私もあの人ともに箱舟を作ろう。でもこれまだ第一段階ってことやろ。けけけけけ、やったぜアイナ。この設計図、オイラたちで完成させたんだ。めっちゃ見守られよる感。ま、建材を用意してくれたおめえのおかげだけどよ。どうなってんだよアイナ。ものづくりってのはめちゃんこ楽しいじゃねえか。なんで黙ってやがったんだよ。いやいや、私は最初から言ってるよ。オイラ決めたぜ。オイラが箱舟作りの親方になる。現場はオイラが仕切ってやるぜ。ん、いいねいいね。ここまで箱舟ができたのじゃ。そろそろ箱舟に乗せる魔物たちを集めたいところじゃな。うん、魔物たちを集めればアイラの友達がどこにいるかもきっと聞き出せるよ。だがこの辺にはもう魔物たちはいないみてえだぞ。え、追ったよ。なんかあの猿みたいなのとスライムたちが。アイナ、このハーゴン教会を西に進むと破壊の聖堂と呼ばれる建物がある。西、
そこにある神官なら滅びを持つ哀れの魔物たちの居場所を知っておるかもしれん。しかし破壊の聖堂に行くにはあの黒い渦を避けては通れぬ。今の我々では行くことはできるのだ。じゃあ無理やん。何をどうすればいいんすか。ピピピピピ、警告センサー作動、警告センサー作動。ふう、戦いがやってくる。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てかここにおるのもみんな魔物たちなんやけど、魔物対魔物ってことになるってこと？まあずっと戦ってきたもんね。もう反抗や反抗。